ほやほ。かわいい。嬉しい。愛。出かけるんか。スムージー、スムージー飲みましたよ。イエーイ。なんでさらに可愛くなった。かわいい。これもかわいいか。光が。かここら辺かわいいですね。ふん。いや。
そうよね。そうよね。でもまた着るかもしれん。でもそんなに切らないけどね。このぐらい。むずいな。イヤハもいるの？いい人は？このルームって本当にいますよね。のでモブが好きってこと。意見は自分よ。ちょっと今日の格言。最終決定権は自分。髪をなんか。格言。アヒルの子。そうなんだね。最初がいつかわからんかったらあれになるね。好み、完璧に好みになるんやね。細長い顔。私ってこと？まあそういう面長丸顔みたいなやつ。昔好きだった歌手が、そう、好きだった人がこうでしたみたいな。でももしそのあったとしてもけど沿わないパターンもありますけど、まあそりゃタイプだから押すんだよねっていうパターンもありますからね。なぜかぐうね、何年も出ねえだみたいな。タイプは見たかどうか一つ一緒だったりしない？私の推しは もうそうだね、分かったよな。どういう、全然違うけど、あ、お人形さんみたいな感じ。可愛さが、うん、共存してるっていうか。そこがめっちゃ可愛いところは共通点にもなれるし。え
すのも。見て推しですね。受けた人ってずっ、はい、だってさ基本的にみんな別にこう衝撃推し衝撃を受けた。すごいですね。少し、うん、良くなります。お腹さすってみました。もっと活発になりそう。ことは胃は治ってるね。うん。そう、あんな重い。胃に負担が。まあでもラーメンよりかはね、ラーメンよりかと思うよ。アイスはやめた方がいい。大根ね。うん。おー、冷たいものは、じゃあ私冷たいジュースが好きなんで、よくないですね。お酢？ポン酢とか。過剰に気にしすぎず楽しく生きて、うん、味がちょっとあれだけど、見る美味しいもんね。あ、リンゴ酢をなんかツーだね。梅酒はお酒？ところてんとか、ところてん梅ジュースが普通のストレートのあの梅の感じも好きだし、梅の炭酸も好き。ちょっと美味しいんですよ。ところでのことところてんって言うの好きなんよね。
ところてん、ところてんどうなったこの前のみたいな。ところてんどうなった。でも一回ところてん一回買ったんよスーパーで。一回スーパーで買って、でもめっちゃ味が薄くてやめたいよね。あ、好き嫌いある。え、そうなんだ。ところてん、え、ところてん嫌いな人もいらっしゃる。実際、え、梅干しは？梅干し苦手な方おる？好きではない。あ、あんま買おうと思う。あ、そっか、そういうことか。梅干し苦手な方、あ、おった。苦手なんや、酸っぱいけん。甘いやつは、蜂蜜の、蜂蜜の梅とかは、うん、あー、やべー。でも梅干しとかめっちゃさ、なんかお弁当、なんかおにぎり、お弁当のなんかご飯のお供みたいな感じだもん。じゃあその度にあーって思ってしまっとった。梅干し、へえ、あ、そう、殺菌、そう、殺菌効果があるね、梅干しね。でもなんかお弁当によって梅干しの種類変わるよね。なんかめっちゃ丸いさ、丸い梅干しもあるよね。丸いやつあるよね。結構酸っぱいあれは。どっちが好きかな。私蜂蜜の梅が好きなんだよね。蜂蜜梅、でも普通に売られてるスーパーのお弁当とかには絶対ついてない。でもコンビニのあのおにぎりの梅ってそんなに酸っぱくないよね。うん、え、ああ、しそ好きだ。しそ、ああ、しそ、シソって緑の葉っぱ？あれは大葉？あれ？大葉？あれ？大葉のこと？梅シソ？大葉ね。
大葉はなんかちっちゃい頃は苦手だったけど今は結構好き。あ、しそジュース美味しい。そう、一回飲んだことある。しそジュース美味しい。ゆかり、ゆかりね、美味しいよね。大葉の天ぷら絶対美味しいやん。だって私あのガリの天ぷら食べて、あ、美味しいなと思った時に大人やと思った。大人や。ガリいいよね。膝に置こう。子供のままでいて、え、子供のやつ、私もう26歳、あれ今何歳だっけ、私も25歳か、私も25歳もう今年26、今年26って思ったらいつの間にか26歳になっちゃうんだよね。うん、気持ちがまだ25か。そうそう、ファンの方ね、ファンの方さ、あれよね、あの90なんだろう、98年みたいな数え年でさ、あのなんだろう、決めるけんさ、毎回さ本来よりさあの一個上の年齢言われるよね。絶対に26歳の誕生日の日にもおめでとう27歳って言われる可能性ある、ある。26か、次でも実際25、26、うん、変わるかな。でも結構もう27歳の気分でいるよ私。もう酒の先行ってるから全然。急に明日今年27歳になるらしいっていう気持ち、ん、現実になっても、あ、そっかってなる。もうそんな年になったかって。さすがに27歳になったらちょっといろいろ変わるかな。そうだよ、高尾紗友香さん27歳、え、どうなんだろうね、どうなってるんだろう。さこちゃんの10年後、さこちゃん昨日生誕祭してあと10年いますって言って、10年後か27歳だよね。え？みたいな。10年、今から10年後が27歳なの。すごいな。いやー、すごいね、すごいな。でもさこちゃんにとってのこれからの10年もあっという間なんだろうなとも思った。やっ
ぱり今17歳でしょ、であと10年でしょ、じゃああっという間なんだろうなって。私の10年後、あ、35歳か。意外といけるかな。いける？え、いやね、もし35歳まで続けたとしてさ、どう？ファンの方、もし今ファンでいてくれてる方を、いや、なんか、いや、いらっしゃらないかもしれないんで、それが悲しいから。いや、その、あの、この世界にいてよ、この世界にいて、この世界にいて、さすがに35歳のサーヤンはなってなってるのか、そういう姿見たくない。それなら先にんーって。この世界に存在はしてますよ。それは存在してたよ。長生きして、それはライブ2公演のした3日後に来そう、筋肉痛。でもなんか分からんけど、27歳のさこちゃんと35歳のサーヤンはなんか、なんだろう、そんなにあれだね、27歳と35歳だったら。そんなにさ、なんだろうね、なんか変わんないね、今ほど変わんないね。魔法起きてるよ、魔法起きたね。面白いな。面白いな。確かにね、35歳までいたらさすがにいろんな権限持ってそう。持ってそうじゃない？サーヤンがこう言ったらしいみたいな言ったら、あ、じゃあそうだろうねみたいな。さすがに持ってそうだよ。さすがにさ、その頃にはさ、何期生だろう、10年後7期生7期生8期生ぐらいまでいるかな。7期生8期生いてさ、2期生高尾さやかが残ってるみたい、ちょっとみたいななるよね。さこさんと高尾さんがいるから。
いや、見てみたいね。10年後の姫香がいる STU。 10年後ってなったら、何周年だ。今7周年してるから17周年。ひゃーひゃー、17周年コンサートやってる。りゃん、ひゃーひゃー、確かにすごいね。曲数もたくさんあるだろうね。リクエストアワー100できるか。弓力からはずっと歌ってそう。サータンって呼んでいいですか。え、サータン、一応サイアンなんですけど、まあ、17周年か。今7周年しとるけん、はぁって感じ。その頃にはもう専用劇場ありそうじゃない。さすがに専用劇場あるでしょう。いや、なんか本当にいろいろ時代変わって、うん、え、どう？専用劇場やっぱりどうでしょうか。アクセスの良いところ。でも音やんが、最近言っててびっくりしたのは、弓力が好きって言ってて。びっくりした。え、今までなんかライブのこととか、なんかなんだろう、ライブ見に来てくれてもなんか私を見に行くみたいな感じだったんや。コンサート見に来てるけど、まあ、実際には私がどういう感じなのかっていうかを見に行くみたいな感じだったはずなんですけど、なんか最近急に
イメージカラーが好きだった。あとペダルって言ってて、ペダルもイメージカラーとペダルもおもろすぎた。やっぱ曲がいいよねって言ってて、トウヤもそう思うんやって思ってさ、嬉しくなった。まさかのイメージカラーとペダルが好きらしい。推しメンはサーヤンだと思うよ。びっくりした。そう、私と仲のいいメンバーのことが好きなんよ。あと暗闇も好きって言ってた。暗闇のあの防波堤でみんなが飛んでいくところが好きって言ってた。防波堤ジャンプ。まさかそのお父やんとそういう話ができるって思ってなくてびっくりした。こんな日が来るなんてね。反対されてた。あ、室に入ること。うん、最初ね、最初は即反対だって。でもアイドル全然興味ない感じだった。写真集については話してない全然。どうしたの全然。写真集見たのかな。見たと思う。でも写真集の感想はない。まあでも家族でそんな感想を言う感じじゃないかもね。家族はね。だって兄弟とかも見たくないって感じだった。兄と弟がいるんですけど。そうね、お姉ちゃんとか妹とかだったら全然感想あったと思うけど、
兄と弟はなんかどっちかっていうと冷やかし系なんで、私がアイドルになった時もちょっと冷やかし系だったか。あれよ、PR 舞台のムック本は見たがってたけど、初めまして。うん、でもグループのことは気になってる様子、 ST のことは気になってる様子。今日私東京にいたんですけど、あ、いたっていうかいるんですけど、結構外にいたんですけど、都会の方に。なんかファンの方に全然会えなくて。まあそっか、お仕事中ですよね、ファンの方は。やっぱイベントとかになったら絶対こうファンの方がいてくれるじゃないですか、来てくれたりとかライブとか、うん、一つの場所に集まったりとか。なんかそういう空間を本当に大切にしないとなってめちゃくちゃ思ったんですよ。いや、そうなんや。ここにいるよって、ここにいるよって思ってたんだけど、全然会えなかったです。あ、東京は広すぎてってこと？範囲が広いから。いやー、でも会いたかったですね。そうなんや。そうそう、そういう感じのことをしとったんや今日は。東京ね、東京すごいな。そう、いっぱい歩きました。そうですよ。え、どうなんでしょうね、東京。うん、東京すごいよね。うん、なんかこうやっぱ上京していくメンバーたくさんいて、東京にいるんだなって、住んでるんだなって思って。すごいよね、人がいっぱいいて、何線が何線でか分からんってから。
結構人酔いもしたし。都会の方行って人酔いもして、まあこれも慣れていくんだろうね、住んだら。わかんないなぁ。よいしょ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 。あのね、外国の方がたくさんいましたね。でも多分半分ぐらいは外国の方だったんじゃないかな。観光地、まあそうだよ、東京はそうだね、観光地で。まあ私が今日行った場所がね、今日行った場所がそうだったんかもしれん。その場所によって変わるね。広島もか。どこでしょうね。どこに行ったでしょうか。急に急に楽でしょう。楽しみに。そうだな。今日なんかそう YouTube 撮影してて、撮影をしてたんですよ。そしたら全然知らない方がめっちゃ三脚立てて、横にスタッフさんの横に三脚立てて撮影しだしてこれはあなたは誰ふうみたいな、ふういずみたいな。でスタッフさんがあちょっとみたいに言ったら、あソリみたいなフリー素材感じだった。一瞬急にスタッフさん増えた YouTube の。おもろかった。ジャパニーズアイドル、そうジャパニーズアイドル、しかも結構ガチなカメラで三脚、信号が青になって多分後ろから来られて、その流れで三脚を立てて。え？あ、ってなった。びっくりしたよ。でも今日は暑かったな。多分日焼けしたかもしんない。日焼けしたかもな。ちゃんと日焼け止めは塗ったけど。
顔赤い、チークじゃない、チーク。チークじゃないか。そうない。でも結構撮影してる時、その外国の方が普通にスマホで写真撮ったりしてたから。でもなんだろうね。もういいか。かってなった。そうなんや。なんかもう堂々とこう、あーみたいな、はーいみたいな感じだからさ。どっかに載ってんだろうな。どっかの SNS に。まあそうね、急に都会の真ん中で撮影してカメラマンさんもいてみたいな、そうなるよね。撮っていいんかなって。完全にプライベートやったらさ、ちょっとノーって感じだけど、今日はちゃんと撮影できたんで。そうなの、プライベートはね、うん、確かに。でも日本、なんだろう、大分のロケで純一ダビッドソンさんとロケした時は結構みんな写真撮ってた。ロケ風景のなんかやってる写真撮ろうみたいな。伸びしろですね。え？本物と思ってる？本物の選手と思って面白いですね。その可能性もあるか。その可能性もあるよね。今日は暑かった、よかった半袖で。半袖早くないと思ったけど、全然半袖でいいですね。うん、でも確かにね、逆にさあ、 STU だみたいな反応あっても嬉しいけどね。もう半袖。
ロケ、あ、ロケの時は気づいてくれたら嬉しいですね。ロケ、確かにロケ、そうね、推しがロケしとったら嬉しいね、近くに。プライベートはちょっとあれだけど、ロケの時だったらってなるよね。公開収録ね、公開収録ね、結構緊張するけどね。口開けて見てしまう、おもろい。いやでも嬉しいね、そういう方がいるっていうのは嬉しいよ、ほんと。でも普通にロケでロケしてて、なんか誰みたいな目で見られるよりかは、はぁってかわいいとか知ってるとか、あ、サイアンだみたいなっていう反応の方が嬉しい、ね、そうなったらいいよね。でも結構目線で分かるかも、うん、目で分かるかも、え、誰みたいな目と、おっていう目見つけたら叫んでもいいですか？いや叫んだら多分ね、ちょっともしかしたらちょっとちょっと連れて帰るかもしれないんで、叫ばない方がいいかもしれない。ちょっと連れて帰るかもしれません。退場。退場です。そうだね、プライベートはちょっと、私プライベートはね、ちょっとびっくりするんよ。スケブ、プライベートでスケブ持ってる。いつ会えるか分かんないからね、推しに。推しにいつ会えるか分かんないから、ずっと持っとくしかないもんね。どこに行っても、薬
草葉の影からそっと見守ります。草葉の影、見かけたら目を背けて立ち去りそっとしますそうだね、プライベートだったね気まずいよね、メンバーおったら。自分が行った場所にね。確かに。気まずいよね。お互いさ、ってなとこあるよね。お互い。そうよね、狙ってなかったらね、7年間メンバーに会ったことないまあ確かに同じ会場でイベントがあって、その会場で会うとかだったら全然ね、おーってなるけど、全然お互い全然なんともないとこでうってなったら、えってなる。まず本当にサヤンが疑う、確かにサヤンじゃないかもしれないもんね、サヤンと思ってたらめちゃくちゃずっとサヤンと思ってたけど、なんか最後あ全然違うじゃんって時もありますか気にしてて食べる前、まずメニュー頼む時に気づいたとして、そうよって気づいたとして、でやばいサヤンがいると思って食べて、気まずいまま食べて味がしないみたいに食べて食べ終わって、最後どうしようって気まずいって時にパッチラッて見たら全然違う全然違って悲しいね、それも切なくない、全然違うじゃんなんだったんだってご飯の味がってすぎる。自己解決ね切な、切ないね、バタフライ、似てる人いそう、サーヤンに。そうだけど、いない、おらんかな、時々さ、サヤに似てるみたいな投稿見るけどね、コンビニの店員さんがサーヤにでみたいなとこ
今サーヤに似てる人見かけたんだ全然全然その土地その土地にいないのに。どこのコンビニ、ね、どこなんやろ。コンビニの店員さんでサーヤにいる人系統そこのコンビニ行きたい字がある。サーヤンじゃないのに。原宿ね、確かに服この服の感じとか似てる人でいいんだ。本物じゃなくて。確かに私も見てみたい気持ちはある。実際自分に似てるっていうのはどういう。じゃあそろそろ終わるか。ありがとう。よいしょ。やっぱ足が痛い。急に足痛くなる時あるよね。嬉しい嬉しい。出とる。嬉しい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 。よかった。確かにイヤリングも。耳痛くならんやつ。読もうかな。タッチーさん、バリーさん、セイヤンさん、フジポンさん、リョウヘイさん、マイセンタン、メタボさん、F 渋谷さん、イヌちゃん、おじゃまるさん、ヒラニーさん、コロスケさん、コッペさん、ナナウさん、キチネさん、ジンタさん、オーサムさん、ロックオンさん、ホタテ様、サトケンさん、トーモさん、ユイゾウさん、ヒヤキラさん、トキワさん、メガバイトちゃん、ラティアさん、ユイチロウさん、ナオさん、ニノマルさん、ナルさん、ガッチャン、リョウさん、クチさん、ファルコンさん、ありがとう、ありがとうございました。じゃあねー。